正門川本家住宅は、鳥取県東白郡琴浦城にある古民家。江戸時代に、法規国八橋郡の王将屋であった川本家の屋敷として建てられた旧家。1978年の調査において、母屋が建築されたのは1688年、五代目川本右衛門の時代であったことが判明した。母屋は、居室部と客間部に分かれる。 居室部は、寄せ棟作り、かやぶきで、東藩を、土間、西藩を、床上部とし、前日の通り、上京5年の建築である。その西に接続する、客間部は宝永4年の増築で、切妻作り、瓦ぶき。客間部生誕に位置する、奥の間は床、棚、腐院を設けた蕾院作り風の座敷とする。敷地内には他にも江戸時代混流の土蔵等の、 付属建物が残り、近世の屋敷構えが良好に保存されている。母屋は17世紀に遡り、山陰地方の民家建築で、建築年代の明らかなものとしては最古に属する。付属建物もそれぞれ混流時期が明らかである。1974年3月29日に、鳥取県の保護文化財、1996年に、県民の建物100選に選定され、 2010年12月24日に、母屋など建造物5棟と宅地が国の重要文化財に指定された。以下の建造物5棟及び土地が国の重要文化財に指定されている。以下は重要文化財の不指定物件平成22年12月24日、文部科学省国示第170号。ありがとうございます。